日も水玉動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日もネギです。今日は最新のミノーラの診断書を、紹介していこうと思います。診断書は、こちらです。障害者手帳用の診断書です。まず氏名ミノーラあずさ、昭和62年4月20日36歳女、期待は女ですけど、ネギは異性人格です。一応、うつ病がメインで、動けなくなっているので、基本的にこうなってます。主たる精神障害うつ病 ICD コード F32、重たるっていうの、これわかんない、精神障害解離性同一性障害っていうふうに記載があります。これが ICD コード F44、主たる精神障害の初診年月日平成25年12月14日診断書作成医療機関初診年月日平成29年ですね。後で計算してみますけど、これが今の病院にかかった初診の日ですね。で、発症から現在までの病歴並びに治療の経過及び内容、ざっくり症状がどう推移していっているかっていうのが書いてあるんですけど、小学生時いじめに遭い、失声、中殺感出現。中殺感っていうのは、見られてる感ですね。統合失調症で見られるものだとは思うんですけど、今思い返すと悟られみたいな思ってるところがあって、考えが読み取られてるんじゃないかとかっていうのをすごいビビりながら生活してた印象があります。中学2年の頃よりリストカット、過食が始まった。高校生時には集中力低下、気分の浮き沈みが激しい、不眠等症状が持続。不眠っていうのはもう夜中眠れなくて昼間寝てるような感じでしたね。高校卒業した頃から考えが抜ける、考えが抜けるっていうのは、あれ今何考えたんだっけっていうので、多分これは乖離症状だと思うんですけど、通称ができない、これも個人的には乖離症状だと思ってて、こう人とか何とか数えるじゃないですか、あれで多分7、8、9、10以降ぐらいが数えられなかったっていうのが仕事中にありましたね。それで病院にかかるようになって帰りっていう診断が出たんですけど、あとは人の言ってることが即座に理解できないとか、そういう視界がすごい遠くにある、離人症なんですけど、今思えば。20歳を超えた頃より大量飲酒、突発的に人を殴る、金銭トラブルが生じていた。25歳の頃より休日に動くことができないと意欲低下や運動抑制が顕著となり、平成25年12月14日面くり薬物療法とかっていろいろ書いてあるんですけど、数十の人格の出現とともに運動抑制、体が動かないとか歩けないとか、そんな感じの症状ですね。意欲低下、不眠、過食等、抑うつ症状も強く出現。平成29年1月27日、当院受診。記憶障害、パニック発作、離人感持続することから自宅外での就労が困難です。通院服薬、訪問看護利用を継続しています。現在の症状で、過剰書きというか、ポンポンポンとこういう症状あるよっていうのが、あるんですけど、そこに丸がついてるんですけど、丸がついてるのが、抑うつ状態の思考運動抑制、その他、自殺企図、起死燃料、自殺企図っていうのがいろいろあったんですけど、一番大きいのは昨日というかこの前の動画であった、コンクリート飛び降りって2階からなんですけど、第1腰椎破裂骨折っていうのをやって、あれは3年前1ヶ月間入院しました。手術入院で全身麻酔で、ボルトを入れてっていうのとかやって、
情動および行動の障害、爆発性、これがまあ急にバーンってなるやつ、まあ読んでそのままなんですけどね。暴力、衝動行為、まあ、暴力っていうのはまあ互いに当たるんですけど、まあ、警察相手にも結構注意されたこととかもあるんですけど、まあ、ちょっといたずら程度の話なんですけどとりあえずミノーラにはリアルで近づかない方がいいと思いますね、はい。うん、とにかく症状というか、まあ、抗体人格のあれなんですけど、強度の不安、恐怖症、恐怖感、これがちょっと何を指しているのか個人的には分からないんですけど、乖離転換症状、精神作用物質の乱用依存等、ここが、その他、市販薬っていうのが書かれてますね。風邪薬です。今は、パブロンがメインです。ネジコンは今年からやめます。これが依存って書いてありますね。まあ、他はないですね。で今の、病状、状態像等の具体的程度、症状など、抑うつ、意欲低下強く、日常生活に大きな支障をきたしている、時に過量服薬等衝動行為あり、乖離症状強く、人格が多数出現しまとまらない。まあ、今は主人格ネギかリンナで一応回せてはいるんですけど、完全にそれで回せてるとはちょっと限らないっていうところがあります。うん、激しく落ち込むと失声、声が出なくなるやつで、人と話せない、だから交番行って電話しかなかった時なんか絶望です。外出ができない、食事が取れない、お風呂に入れない、今は入ってないですけどね、去年風呂というかシャワー納めしてから入ってないですけどね。家事があんまりできなくなり、彼氏さんがしているところはありますね。買い出しとかも頼んだりとか、まあ、あとは起こしてもらったり薬飲ませてもらったりっていうことも多々あります。死年齢が増し、自殺期ともあった。令和3年8月には2回受水自殺を図って保護されている。まあこれ2日連チャンでやられたんですよね。主人格リンナの方だと思うんですけど、生活能力の状態、これ診断書を見たことある人は大体わかると思うんですけど、まあ、見開きの右側に自発的にできるっていう項目、自発的にできるが援助が必要、援助があればできる、できないっていう4段階に分かれてます。適切な食事摂取はできないになってますね。まあ炎症とか、まあ出前取るときは取るんですけど、まあ自炊は本当に調子がいいときですね。清潔保持、規則正しい生活できないになってますね。寝なかったりとか、まあ、いつ起きるかわからない、ちょっとしか寝れないとか、まあその時その時ですけど、規則正しい生活だとかはできないですよね。普通に金銭管理と買い物、援助があればできる。金銭管理っていうのが、まあ自分が使うお金っていうのと他の人格が使うお金っていうので、まあ、破綻しがちですね。昔 DID の方の金銭トラブルっていう動画があったんですけど、まあ、その中でも自己破産してたりだとか、人格さんがそのお金を誰かにあげた、渡したとか、まあ、他の人格にお金を使われてお財布に金がないとか、まあそういうことありましたけど、 DID とか借り持ちの人はここは結構苦手だったりとか、誰かの介入が必要だったり、徹底して自分でできるかもわかんないですね。通院と服薬はまあできないになってるんですよね。ですね、これに関しては、まあ、朝誰が起きるかわからないとかいうのと、調子がいいと飲むの忘れたりとか、それでまあ離脱みたいなことになったりとかっていう、まあてんやわんやですね。
他人との意思伝達、対人関係できない。対人関係は本当に無理です。うち。あのネット上とかだったら全然大丈夫なんですけど、リアルの生活となるともうこれは厳しいです。まあ、さっき言ったようにその暴力的な人格、互いがあったりだとか、まあトラブルがちょっと絶えないので、基本的にリアルでというか実生活の中で人と会うっていうのは、まあ、訪問看護の人だとか親とか、まあ、病院の人だったりとかに限られてますね。安全保持危機対応できないって書いてあるんですけど、まあ個人的にできてると思ってたんですけどね、保護組っていう、俺が保護組なのでできてると思ってたんですけど、確かに言われてみれば勝手にまあ外でね飛び降りられてるとかっていう危険行動が、まあ、どうしても記憶障害のうちにあるので、まあ、できないと言われちゃうともうできないって認めざるを得ないなっていうのがあります、ね、社会的手続きは公共施設の利用できない。手続きとかを個人的にはちゃんとやってるつもりではいるんですけどね、まあ、確かにこの前障害者手帳の期限が切れてたりとか、全体を把握するっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。趣味、娯楽への関心、文化的社会活動への参加、まあ、援助があればできるっていうふうに書いてあるんですけど、社会活動というと去年鳥で、茨城で水害があった時にボランティア行ったんですけど、それがもうこの数年で初めて、働かなくなってから初めてっていうぐらいで結構神経使いましたね。まあ趣味というと作業療法でリンナがやってる医師だったりとかっていうのはまあできるんですけど、援助があればできるっていう風になってますね。総評として、まあ、一番下の5番に丸がついていて、精神障害を認め身の回りのことはほとんどできないっていう風に書かれているのが現状ですね。症状により自立した生活を送ることは困難という風に書かれています。一応一人暮らしではあるんですけど、一人暮らしで何がいいって自分だけなんですよね、困るのが。まあそれが唯一メリットというか、他の人も手を借りるときは借りますけど、その他は基本的に自分だけは困るっていうような生活をしています。まあこんな感じです。まあ診断書って今中身見えなくしてる病院が結構多いんですけど、うちはこういう内容になっています。でこれに書かれていることが全てっていうわけではないんですけど、まあ基本的にはこれですね。はい。なので、今現在のミノーラの病状っていうのをこれで把握してもらえればいいかなと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。今日もネギでお送りしました。